ちも今物販中。え、これ合ってんの？いや、今公式でやりましたって聞いたんですけど。多分今4万でも動いてるから。え、公式動いてますよね。でも1回間違えちゃったんじゃない？だって今4万のやってるよ。これ、あれ？あ、すみません、すみません。最初初めて聞いた女が。え、最初？これ0人からじゃないよね、多分。0人から始まった。え、なんか最下位になってたんですよ。え、で、私たち今公式ですか？今聞いてる。でも今4なのやってるから、名古屋で1回間違えたの、うん、でもなんかテロップとかがそのままだから切ってんじゃない？全然名古屋じゃないけど大嘘つきあー、なるほど。繋がらなくて、なんか再開ってなった。間違えたみたい。言ってくれてるんだね。教えてくれたんだ。何分までですっけな。あ、なかった。入るとき再開になってたんだっけ、はい、多分そのまま行ったんだろう。あ、切ってなかったんじゃない。すごいなんかあれみたいな配信リレーになっちゃった。47ルーム、47配信ですみたいな。行けます。はい、行けます。一応行きましたか。 ありがとうございます。そう、なんか遠征組がね、間違えて今の時間47の方でやるのに間違えてこっちでね一回ログインしちゃったみたいで、そのまま私たちがさ入ったので、あ、間違えた、入ったのでなんか再開みたいになりましたが、この今この時間に公式ルームを使っているのは遠征組ではなく都内組です。都内組って言っても今日は川崎でライブなので神奈川組です。マッツン、来週会いに行きます。お待ちしております。メルだよ。やっほー。名古屋演奏だよになってる。間違え、なんだっけな、何分まで、クラブチーズか、都内組、やばいやばい。名古屋遠征の話。え、名古屋に行くの来週？名古屋に行くの？都内は都内。実は今日ね、都内組で一番背が高いの、さくらめるさん。やばくない？20時10分。ありがとうございます。え、もうそんな時間なんですか？夜なんだ今。あ、なんかちょっと、まーで歩いた。やばいやばい、やばい、歩いて残ってる、歩いて残ってる、あ、歩いてる。ラグイチラグザ隣組、あ、隣組、イエーイ、できた、イエーイ、あ、来た来た、イエーイ。あー、暑いね、暑いね、暑いな。俺に甘えたいと甘えたい、甘えさせて。頑張ったもんね、今日頑張ったね。今日いっぱい歌った先でもいいから。あ、いいね。あ、行ってきます。こんばんは、ナバナです。頑張りました。今日は振られちゃったの。やっぱり大丈夫です。ダメでしたか。ダメだったか。やっぱり大丈夫です。って言われたのか。もじ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 。あ、名前が来ました、これは。多分書いてあると思う。後ろに置いてるんですか。はい。受付します。メルさん。はい。はい、書いてあるよ。それではね。それでは、こんにちは。久しぶり、ありがとうございます。
寝過ごしてなかった。前髪が言うことを聞いてくれない。ありがとう。なんか今日買い直します。こんにちは、さかなかくうです。多分今日だから、はい、全然ちゃんと終わりそうです。川崎クラブジェッターで、そしてマリアを川崎クラブジェッターでライブをして終わったところです。ここなえさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。誰？松村松尾里中通です。里中通です。里中通です。こんばんは。そうです、隣組は今日は紅白衣装でございます。今日は全部出たから汗だくが止まらんです。髪の毛もぼやぼやや。いやー、ねえねえ安原さん、どうしたの？あー、行ってきます。はい、川崎クラブジェッター組は今日8人なのでちょっと急いそいそとしているところです。安原さんもちょっとね忙しくてですね、ちょっと入れ替わりとなっちゃうんですけど、お時間久しぶりに7人フォーメーションを7人フォーメーションをやりましたね。今日は結構珍しいポジション、新ポジションがたくさんあったりして、ありがとうございます。こんばんは。お目々が大きくて可愛い。え、これすごいすごいね、これ、ね、え？なんか入ってる？すごい、こんな目キラキラできるんだ。これ滑らかさをマックスにしてるだけかなと思います。肌だけ綺麗にしてる。目がキラキラしてる。これかな？おー、いい、漏れてる。かわいい。ルーさん、かわいい。ツインテールペアです。ツインテールペアです。プーさんの隣にいるとすごい茶髪って感じに見える。茶髪だ。こんばんは、テロンテロンさん。こんばんは。わおわお、やっほー。ただいま、バンザイジャパン遠征組と隣組に分かれてライブをしておりまして、今日ね、この今は隣組のメンバーがオンライン楽エジラクダというオンラインで特典が購入できる特典会、オンラインでの特典会を行っております。左上の公式グッズ販売というバナーを押すと特典券が購入できます。写メや落書き、写メやボイスメッセージ、動画、チェキもねご注文できるので、皆さんぜひご注文お待ちしております。隣組のメンバーは今日いるのは、マリアさん、サヤさん、メイさん、プーさん、アオイちゃん、ユウキちゃん、
8人です。よろしくお願いします。今日は紅白衣装です。イエーイ。みんなの髪型も言う。さやさんはおろしてて、くーさんはツインテールで、めいさんはまとめていてお団子、後ろにお団子してて、ほのかちゃんは三つ編みしてて、あおいちゃんはハーフアップで、マギアさんはポニーテールで、あと誰か、ゆうきちゃんはお団子しています。ナンシーこんばんざい。たくろうさんこんばんは。まことさん、はいはいはい。ゆき、名古屋からのリレーがお見事。それはね、名古屋組さんがね、間違ったようですよ。あんこずさん、めるちゃんライブお疲れ様、ありがとう。あやとくん、めるちゃんかわいい、ありがとう。どこいる？どっかいた、あ、いた。ちょっとシェアでもしとこうかな。ちょっと待ってね。間違えた。こんばんだい。今日は8人、隣組8人しかいないの。8人しかいないから、ほとんどみんなたくさん出番がありました。一人一人すごく見せ場がいっぱいありました。さくらめるさんは3曲出演したんだけど、3曲全部新ポージでした。よく頑張ったね。みんな全曲出演の人もいるし、もういっぱいみんなのね、みんなの見せ場があって楽しかった。葵ちゃん、はい、なぜさ書いてある、お花、葵ちゃん書くから。みきゃんさんこんばんは。やっぱメイさんは忙しいです。忙しいです。なんだろう、なんか代わりに聞いとく、伝言する、何か、どうした。そっか。ついね。親組も。あれ、なくなった。横髪が、うわー、つない組問題なく、いちくち楽だよっています。誰か映ってほしいから、誰かと変わってくるね。ちょっとお待ち、あ、メイさん、メイさんは忙しいです。気長にお待ちください。こんにちは。メルちゃんが代わってくれたわ、受付係なので釣りに来ました。こんにちは皆さん、東京都の伝道師の花木さやです。みんな元気ですか？暑いけど水分補給しっかりしてね。今日ね、なんか前にマスクを外してどっかやってしまったんですよ。
いつもリュックのポケットに入れてるんだけど、なんか今日違うとこに入れちゃったみたいで、でもそれが無意識すぎてどこに置いちゃったか分かんなくて、どうしようマスクないって言ったら、あのゆうきちゃんがキッズサイズならありますって言ってキッズサイズのマスクをくれました。キッズサイズこれキッズサイズのマスクです。いつもよりちっちゃい、いつも小さめの女性子供サイズって書いてあるやつ使ってるけど、それよりちっちゃいマジなキッズサイズのマスクを今つけてます。でーす、こんにちは。清潔だよ、ホーナーシー。今日はね、フル出演で頑張りました。あ、塩太郎さん、こんばんざーい。そう、8人なので7人フォーメーションでも、結構7人フォーメーションの曲も増えてて、実はまこ先生に作ってもらってて、まあ、最近だとバンザイファイター、縁起ヶ谷町、エルデリバリー、色彩カラーとかそこら辺を作りましたね。今日のセトリはジャンピンナップジャパン、バンザイファイター、十人十色バンザイジャパンでした。バンザイファイターが7人中6人新ポジでした。意味がわからないですね。最初の後輩いじりいじってない、いじってない。だって貸してとかくれたからマスクを、感謝の気持ちです。感謝の気持ち、感謝の気持ちだよ。そうなんです、もう大変でした。4曲フルで出るのがさ、まあ本当は普通なんだけどさ、バンザイジャパンはそうじゃないから、もう体力がやばいやばい。頑張りましたので、みんなでね、ぜひ頑張ったねーでの得点ねゲットしてください。感謝のモノマネ、感謝のモノマネ。今日のねフォーメーションは佐吉が組んだんですけど、みんな新ポジいっぱいで頑張ってくれました。佐吉はバンザイファイターの落ちサビの前半っていうのを2回目で歌いました。新ポジだった。先生のマスクいただきましたよ。どういうこと？あ、ユースポンが私のマスク取ったの？学園に入ってきてダメです。いやいや、花毛さよ。安原ベイ。最近新名が多いです。そうそうなんです。いいことだ。いいことですね。ハッピーハッピー。そのダンボールそのまま入ってくる。そう、76人ダンボールでいいの。ありがとう、配達屋さんだからね。配達屋さんだから。シンポジすぎて、あら。最近メイさんもシンポジすごいけど、今日に限ってメイさんはシンポジがないというね。全部すごいね。一個も緊張せずに落ち着いてられました。びっくりしたよ、全部にマークついてんだもん。そう、そんなことあんのか。メイさん、はい、保険が入りません。あれ、メモ係ができないよ。仕事がないって。すごい、今日めっちゃ顔ちっちゃくなるやつ。あれ、あのとほら、誰のだ、誰のと聞いてた。これ顔ちっちゃくしてるよ、この人。ね、本当はもうちょっと顔があります。佐伯ちゃんね、紅白衣装も新しくはないけど、新しくシンポジマークありますよ。あのシンポジの一つのところには、私は赤いペンで星をつけてます。
なんか点点点なんか点点点点点点点ってフォーメーションの形作ってそこにこう一個ずつ誰誰誰誰誰誰って書いていくんだけど点誰誰欲しいみたいな感じでありまーす。今日は全曲進歩地がありましたのでね、本番前にライブをやったみたいな感じで本番前に確認したので、明日はね16時20分だっけから新宿レニーさんでねライブ、明日20分からだっけ16時なんかちょっとさ変わったよね、時間25分から20分になったような気がしたんだけど忘れましたね、まあ、そのくらいからライブがねありますのでね、ぜひ待ってます、ご予約待ってます。あ、わかった。誰もいなくなっちゃう。そうだね。誰も忙しそうで映れないからね。どうしようかねっていう気持ちで。あ、お餅が。あ、初めて映りました。餅丸です。なんかお肌きれいに見える気がする。ごめんなさい、今日はカラフルじゃなくて紅白衣装です。お団子さん特典をお待ちしています。7時10分です。今はお、あと15分くらいだ。早い。今日は川崎クラブチッタで8人で頑張りました。すごい少ない少なくもないのか、普通に考えたら8人もいたらすごい少なく感じる。今日は全曲頑張ったよの日。今日人数が少ないから囲みとかにしても顔面が大きく映るかもね。ホームキッズサイズ、これキッズサイズのマスクだよ。でもキッズサイズのマスクしてる。もちもちみっちゃんちゃんとのぞちゃん。わ、明日もそうだ、ライブがあるよ。明日は分かれないやつ。どこだっけ、新宿レニー来てね。まいさん、こんにちは。髪の色落ちちゃったね。あ、でもライト当てたらちょっとはあんま分かんなかった。分かんなかったね。でも生で見たらまだちょっとピンクかも。でもだいぶ落ちた。気持ちパンチ。なんかアホ毛が出てるわ。そう、この間紅白破いちゃったんだけどね、ママが直してくれたんだ。うすらピンク、そう、まだうすらピンク。こうちゃんがゆきちゃんからあ、そう、マスクないって言ってて、キッズサイズならありますよって言って、私のカバンに入ったキッズサイズのマスクあげた。そのサイズこれあげた。私はいつもキッズサイズだよ。お前が見へん。さあ、誰もいなくなっちゃうか。あ、よかったよかった。すごいいっぱいいた。こんばんは、皆さん。こんばんは、私がジャパンの山のこと、山口さんです。一瞬。今めっちゃ話しちゃったよね。ずっと前。私、いつから神奈川県の山口さん。見ました。めっちゃ見えんとこ
ところで言い出したびっくりしちゃった。パンダが喋ってたから今。あ、そういうことじゃないよ。そういうことか。そういうことで早く頭ね、増やしたんで。なんかさ、マリアさんに髪の毛やっていただいたんですけど、左マリアさん、右アマロだから差が激しい。うまくない？なんかちょっとキモい。では皆さん、こんばんざい。ナオくんってさっきのナオくん？すごいね、忙しいね。でもチェキ係だから、ここやる、やりたい。あ、やります。あ、こっち、あ、ちょっとアマロチェキやりたかった。チェキ楽しいよね。楽しいよねって知らないけどさ、そう、チェキ楽しいんですよ。ぜひね、皆さんね、すごい都内組、なんか都内とね、今日遠征って分かれてて、今日8人しかいなくて、正直ちょうど人数が少なくて大変だけど、ヤモロは席係だからすごく楽しいです。ハッピー。マリアさんに髪やってもらいます。めちゃ髪がね、伸びちゃったからね。髪の毛サラサラでやりやすい。ただ三つ編みとか結ぶとちょっとね、あれだよね、ほどけやすくなっちゃう。なくなっちゃいますからね。もう本当に今日頑張ったね。いっぱい頑張ったね。楽しかったです。楽しかった。よかったよかった。だんだんやるたびに良くなってるねっていう話をね、裏でしたんだけど。本当ですか？そう。めっちゃ嬉しい。今何やってんだっけ？曲ですか？違います。あなたの今のイベント中の話。誘導しようとしてたのに、今やってる曲ですかって関係ないとこついてくる。やばすぎ。告知させて。ミスフラッシュ2022の今日のシンポジアとか来てます。バンザイジャパンです。7人バージョン。アニコスです。超いい声で言うじゃん。皆さんね、ミスフラッシュ2022の敗者復活戦、明日までです。なんで一回撮るの？ちょっとなんか、ルみたいな。テロップ代わりに下がっています。やばい、やばい。あー、面白い。まるなんで、皆さんで、ね、コスプレしてきてください。よろしくお願いします。お願いします。今日コスプレ見に行ったんですけど、可愛いのなくて買わなかったです。あ、どこに買いに行ったの？ドンキです。ボディーメイク。あ、そうですか。おすすめ。まず今度見に行こう。ペラペラのやつですか？まあ、ドンキだからね。ドンキペラペラだよ。ペラペラでした。ね、ではありがとうございます。ヤマロちゃんの髪型をやりに来たので、私はね。ヤマロもチェキを。ここに行ってください。やばいやばい。チェキを楽しんでいきます。受付がいなくなっちゃった。受付がね、いなくなっちゃう。あ、でもいいや、とりあえず。マイジ嫌いにならない。ありがとう、ありがとう。違うんだよな、もう、ね、今日変顔の人だったんですけどね、目元のメイクが全トレしてるんですよ、ほら。そう、私もうね、今日ね、頑張ったんですよね。さあ、今日はね、ちょっとマリアね、今までやったことないポジション、初めて。シンポジション2つあったんですけど、今日ね、ふみの日だった。ふみの日、今日ね、ジャンピンナップジャパン と、バンザイファイターと10人トイレだ。10人トイレ全部踏みポジでした。踏みの日だった。おもろいな、ヤマロ。マジヤマロちゃん本当面白い、超面白い。なんか三つ編みも今日頑張りましたって言ってるところでほどけてきてるの、めっちゃ面白くてさ、直しちゃったもん。母性出ちゃいますね、ヤマロちゃん。バブちゃんだからね。プリューさん、はい、こんにちは、再びね、再びこんにちは。何の話してたの、マリアさんと。前髪か。お、みかんちゃん。あれ、あとちょっとだ。ジェスさん、あれ、さっきジェスさんいたけど。
スさん、さっきいましたが。ナッキー。そうです。こんにちは。アニオさん、こんにちは。ごめんなさい。目が。今日のシンポジは里中はですね、あれです、バンザイファイターの かかって今夜がかり、まあ、9人とかではやったことがね、あったのであれなのですが、シンポジでした。お、のちこさん、こんばんは。こみさん、めいちゃん、お、ありがとう。今日はどんな囲みがいいですか？前髪が気になって、前髪が気になっちゃった。あ、仕事なのでね、そこはありがとう。あ、内緒ですか。あ、よしこんありがとう、特典。よしこん、これ、たかし、さや、たかし、さや、すごい実用的。たかし、さや、さやさん、お、やったね。あ、あれ、これたかしのサインを書いてあげて。はい、たかしのサインを書いてあげてってちょっと面白いね。あ、くーちゃん、たなおさんが書くみたい。最初に書いたらって書いてある。任せ、ありがとう。何でしょうかな。そう、ジュリアさんのところ。ジュリアさん、イントネーション、あと多分ね5分ぐらいかなで終わっちゃおうかと思うので、受け込みのねご注文もお待ちしております。全身オンステージって何？メイさん、はい。オンステージとは何？ちょっと高くしたい。そうなんだね。はい。メイさん。ホームページ姿というのがわからない。あらいばまもなくまぱ受付終了いたします。そのともよかさんいらっしゃいますか。閉めますよ。せいさんが注文ありがとうって言ってた。あ、名刺、せいさんあるかな。皆さん、オンライン6時枠が終了しますね。次は明日はシンデコレディさんでライブがあります。衛星組も急いで駆けつけて合流してみんなでライブするので、皆さんぜひ来てください。そしてね、明後日はね、そうです、明後日は何か違う、パスラリゾーズグランデさんでリリースイベントがあります。新曲空の、あ、シネマグラフ空の色の M カードでのリリースがあって、そのリリースイベントがあって、空の色の初お披露目と新衣装のお披露目もあるので、皆さんぜひ来てください。お願いします。
大きい声でいきます。せーの、バンドやパン、ロックイチラブの終